後藤のヘッド、ここは先にトゥーリを触った、中にクロス入れてくる、浜田のヘディングシュート、初先発で見事初ゴールを決めました浜田。1対0、先制点はファジアーノ岡山。前半の後半の3分を過ぎたところです。いや、今日先発起用された浜田が結果を出しました。最初のところは集中してついてたんですけどね、セカンドボールを押し上げにちょっと専念してしまってマークを外してしまいましたね。塚川からの柔らかいボールでした。いいボールでしたね。あと浜田も高さがあるんで、やはりキーパー間に合わなかったですね。これでファジアーノ岡山